ダシマドランちゃん。ダシマ動画ジェネカです。ゆきです。今日はレジェンドライダーシリーズ変身ベルト仮面ライダーゼロのスマッチ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 。長いね。はい、こちらはですね、仮面ライダー電王に出てくる2号ライダーゼロノスが使用するベルトのレジェンドライダーシリーズバージョンでございます。放送当時のデラックス版のリペイントバージョンということでね、デラックス版のゼロノスのベルトよりも劇中に近いカラーになっているそうですよ。はい、このおもちゃ自体もすでにね、ちょっと古いおもちゃなんですけれども、デラックス版のゼロノスのベルトもあるので比較していきましょう。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、さあ仮面ライダーゼロノス電王に出てきますよ。はい、桜井優斗が変身します。うん、はい、まあ、開封済みの商品なので、まあ、どんどんね、じゃあ出していきましょう。よいしょよいしょ。ほっほっ、おお、かなり状態はいいですね。はい、わはい、おー、うん、ベルト止め。はい、こちらがゼロノスのベルトになります。はい、こっちがね、デラックス版です。で、こっちがレジェンドライダーシリーズのベルトです。うん、若干のカラーが違うようには見えるんですが、まあ古いおもちゃなのでね、こう色が変わっちゃったりとかもするんですけれども、うん、こうやって見比べると、この緑のグリーンの部分がね、色違いますよね。うん、うん、はい、そしてゼロノスのカードもこんな感じで色が違います。はい、チケットホルダーは変わりないですね。よいしょ、うん、ここにね、カードを入れとくわけですよ。そう、よいしょ、ここね、まあ見た目の変化はほぼなしです。うん、じゃあね、電源を入れてみましょう。まずはレジェンドライダー、はい、デラックス版、同時に今度鳴らしてみようか。いくよ。早速変身しましょう。はい、じゃあデラックス版、じゃあ続きましてベガフォーム。はい、じゃあまずはレジェンド版の方から。続きましてデラックス版。違いが分からん。違いが分からない。うん、このカラーリングだけなのかな。同時に、同時に行きますよ。あ、違う。なんか気持ち悪いんだけど。あ、ちょっと違うよ。体験が行きますよ。一緒じゃない？一緒だよね。うん、もう一丁行きましょう。色変えただけか。そうだね、より劇中に近い色に、変わっただけですね。はい、でもかっこいいね。はい、ゼロノスいいね。うん、いい。さあ、かなとくんにベルトをしてもらいました。はい、いかがでしょうか。かっこいい。かっこいいね。こんな感じです。まあ今のようなね、派手さはないですけれども、
いいね、これくらいがやっぱいいね、仮面ライダーのベルトは。最初に言っておく、俺はかなり強い。はい、そんなわけで今日はこちらのレジェンドライダーシリーズ変身ベルト仮面ライダーゼロノスを紹介しました。はい、はい、ではせっかくねゼロノスのベルトも手に入れたことだし、変身シーンでも撮ろうか。はい。そまで今日この辺でバイバーイ。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。これからはですね、スマホやタブレットでご覧の皆様も画面タッチで次の動画へ行くことができるようになりましたので、はい、ぜひね、はい、押してランシマ動画チャンネルいっぱい見てください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。